車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは篠原くんです。お願いします。というわけで、そんな篠原くんと紹介する車がこちら、はい、やってきました。新型の S63E パフォーマンス。ボンドチャンネルでも初っすよね。そうですね、チャンネルは初になりますね。大阪店での入庫も、入庫自体は前もってありました。ホイール交換した。あ、そうなんですか、はい、ただめちゃくちゃこう入庫も今少ないっすよね。少ないですね。っていうのはいろいろ僕調べたんですけど、車がとんでもないことになってるというです。なんと新車価格が仙台比1000万円ぐらいアップしてるんですか。そうですね、はい。なんか仙台がなんか2500万円ぐらいからだったのか、新型なんか3600万円ぐらいから、はい、というわけで、あんまり市場でも流通してないみたいですね。そうですね、中古車情報サイトほとんど出てないですもんね。ほとんど、うん、見た感じ出てないです。ですよね、はい、街にも見かけないですもんね。見かけないです。でそんなもう激レアになってて、はい、もうしかもとんでも車両なんですけれども、やっぱりボンドといえば S クラス、はい、もう G クラスと並ぶ人気車種じゃないですか、はい、そうですね、そこはやっぱり外せないですよね。外せないです。というわけで今回がっつり大阪店の方でカスタマイズしたということで、はい、詳しくご紹介したいと思います。でまず今回全体的な概要としては、篠原くんの方からいいですか。はい、ブラバスコンプリートで仕上げさせていただきました。ドイツのメルセデスチューナー、ブラバスのパーツがもうコンプリートということは外装全部ついてるということで。そうですね、しっかり仕上げてあると。はい、というわけで前から見ていきたいんですけれども、パッと見てだいぶインパクトがすごいことになってるんですけれども、もう原型はとどめてないんじゃないでしょうか。というわけでこれパッと見えるカーボンパーツが全部ブラバスっていう感じですかね。そうですね、前から行くともう本当にフロントグリルは交換になっております。あ、そういうこと、はい、縦のこの本当はありますもんね。そうですね、はい、それがもうざっくりここが穴が開くカーボンのこのアタッチメントがついてると。そうですね、ここが一番本当にインパクトがあるかなと思います。ブラバスのホームページも出てたんですけど、こう吸入効率というかこの冷却効率、うんうん、このダクトに入る空気の量なんかもやっぱり増やす目的もあるみたいです。そうですね、でインパクトがやっぱり半端じゃないですね。はい、はい、というわけでしっかりここも、でしかもブラバスのパーツ全部ドライカーボンなので非常に軽量ですし、しかも目がやっぱり揃ってるんだよね。カーボンやっぱり綺麗ですね。綺麗だよね、はい、目がうねうねってなってたりとか、うんうん、なんか向きが揃ってないとか全くない、はい、しっかりしたカーボンパーツがついてると。で以前篠原くんと紹介した時も触れてるんですけども、ブラバスのカーボンパーツ金額がえぐいことになってるんですよね、はい、金額はまた、まあ、車に見合った感じになってるかなと。でまずここがついてると、はい、そしてあとバンパー側もすごいことになってるんですよね。そうですね、このダクトの部分カーボンパーツとしてかぶせタイプになりますね。アドオン、はい、はい、というわけでこの純正のバンパーのグリルの上にこの大きなダクトというか、はい、がかぶせてあるので非常にこう立体感があって、はい、そうですね。で正直S63 のノーマルバンパー見た時に、まあ、最近の車の形状的に仕方ないのかもしれないですけど、割とこうつるんとしてるなっていう、はい、イメージだったんですけど、す、ね、これすごい出てるっすね。結構がっつり出ちゃってますね。5センチぐらいここが飛び出て、まあはい、バンパーの全長自体は変わんないんですけど、うんうん、ダクト自体がすごく立体的に仕上がってると。 で、ね、でそれが左右について、でしかもこれも全部カーボンで、カーボン目も非常に綺麗に揃ってると。これすごいね。めちゃくちゃ目立ってますね。そして下側にもリップスポイラーが、はい、これ普通の63じゃない方のやつにも少し似てますけど、そうですね、はい、横の立ち上がりがだいぶ大きくなってるんですね、これ。だいぶと大きくなってますね。これ S63 専用ということで、はい、はい、というわけでしっかり、あ、でしかもこれ2ピースなんだね、一応上と下と。ここはそうですね、はい、このフィンのところと、下のスポイラーの部分と、2ピースになっております。というわけで前回りもかなり迫力のデザインになっていると。でおなじみリップの端っこにはブラバスのロゴもしっかりついてたりだとか、はい、あとグリルのこのスターマークのところも B マークにしっかりなってると、はい、そうですね、ブラバスに交換という形で仕上げさせていただいております。で純正のやつだとセンサーが入ってたりとかするんで、はい、むやみやたらに触れないですけど、ブラバスのはその辺しっかりやってあるということで、ボンネット側もこっちのグリル側もしっかり B マークになっていると、はい、いかつ
かっこいい。そして各部も黒くなってるんですかね。そうですね、もともとブラッククロームで仕上がってるんですけど、そこはもうより黒っぽく仕上げさせていただいております。その状態だとあのカーボンエクステリアパッケージ選ばないと黒くならないのを、はい、しっかり今回は前回りが全部真っ黒になってる、はい、あと今回の車はこれプロテクションも貼ってあるんですよね。そうですね、フロントフルでプロテクションフィルム施工させていただいております。さすがにこのクラスですと、まあ、必要かなと。そうですね、オーナー様もすごく飛ばされるんで言い方、はい、しっかり走られる方ということで、はいはい、というわけでしっかり前回りもプロテクションが貼ってあると。そしてもう一個プロテクションで注目のところはこの細かいところにも全部貼ってあるのね。そうですね、この トリムのところも、びっちりと。このグリルの縦のここのここもしっかり全部貼ってある、はい、そしてカーボンパーツも、はい、カーボンパーツを修復ができないですからね。そうですね、なのでその辺なんかも全部プロテクションが施工されていると。というわけでもう前回りだけでだいぶいかつい。だから正直あの純正の S63 バンパーだと、まあ、少し僕ら感覚ですよ、僕ら感覚では、まあ、少しおとなしいかな、特に先代に比べて押し出し感がちょっと弱くなったかなって個人的には思ってたんですけど、これはだいぶ迫力のデザインですね。かっこいい。もうあのバックミラーで見てもすぐ、はい、来たって分かるぐらいのインパクト、というわけでこんな激しい前回りになっております。そして早速横に回っててもいいでしょうか。はい、どうぞ。横はもう大阪店ですからブラバスのホイールを履くっていう手もありますけれども、はい、今回はさらにそこにも手を加えて、はい、アメタンが装着されていると、はい、こちらご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、MV フォージドの VL32 でフルポリッシュで仕上げさせていただいております。ちょっと不思議なデザインですね。そうですね、パッと見はなんかこのマルチスポークのメッシュっぽいデザインですけど、うんうん、はい、よく見ると、はい、あれもしかしてこれ回転方向があるのかなっていう、うんうん、このスポーク右側だけこう立体的になってるというか飛び出たデザインなんですけど、全体的に見るとなんか非常にバランスの取れた、全体的に見ると本当にシンプルな感じなんですけれども、細かいところを見るとやっぱり細かいところを削られてるんでより立体的に見えるんじゃないかなと思います。そうなんですよね、だから遠くでパッと見た時と近くで見た時の印象が全然違う。そこは全然違いますね。斜めとかで見てもらうと本当になんかスポークが交差してるんじゃないかっていうぐらい立体的なデザイン、うんうん、はい、でしかもこれホームページ MV のホームページって詳しく載ってないんですよね。載ってないですね。センターキャップフローティングタイプかな、はい、うん、あの大きいボルトホールが隠れるタイプのセンターキャップのホイールしか載ってないんですけども、うんうん、はい、まあ、実際はいろいろオーダーできるということで、はい、今回はこのボルトが出るデザイン。そうですね、でボルトが出るデザインだとやっぱりスポーク長く見えますね。その部分はメリット大きいかなと思います。そして今回はそれに合わせてしっかりボルトも、はい、ポリッシュ、クロームタイプのホイールボルトになってると、はい、絶対条件じゃないかなと。確かにそこはちょっと手を抜きたくないですよそうですね。そして今回は最初にも触れた通りフルポリッシュということで、はい、これディスクもリムも全部ピカピカのポリッシュ、はい、ただこれオンクリアですよね。そうですね、クリアは塗ってあるということで、まあ、その辺の耐久性なんかも、だからたまに本当にごく稀にノークリアでっていうオーダーの方もいらっしゃいますけど、うんうん、やっぱり維持が大変なので。そうですね、というわけで後々大変ですね。というわけでこの辺しっかりやった。あと MV といえばやっぱりこのマルチピースのセンターキャップじゃないですか。4ピース、あ、4ピースですかね、はい、はい、というわけでその辺なんかも全部ポリッシュで仕上げてあって、中これカーボンですよね。はい、なんで非常に高級感のある仕上がりになっていると。いいですね。そして今回これ組み合わせたタイヤの方は、コンチネンタルのスポーツコンタクト7になります。でこれタイヤサイズがちょっとミソなんですよね、はい、そうですね、ちょっとあの分厚く見えるような感じだとは思うんですけれども、265-35-22で、はい、組み合わせております。結構うちの方であの22インチ履く場合なんかだと、はい、これよりもう扁平が薄いのを、そうですね、はい、選ばれるケースが多いと。はい、ただこのサイズがなんかブラバスの指定サイズ。そうですね、やっぱり本国だとアウトバーンとかその辺で飛ばされる方が多いと思うんで、まあその辺の乗り心地とかもやっぱり考慮されてるんじゃないかなと思うんで、今回もブラバス推奨サイズで仕上げさせていただいております。そして最初にも触れた通り、はい、しっかり走られるお客様ということで、はい、やっぱりそのスタイリッシュな、はい、シュッとしたサイズじゃなくって、うん、しっかり走るんだぞっていうサイズで少し厚めの扁平を取ったこちらのフィットメント、はい、
ただ大きくするとやっぱりパンパンな感じ出るんですね。カツカツですね、はい、というわけでこのコイルハウスにもうぎゅうぎゅうに22インチが収まってる感じになってると、はい、そして当然オーダーオフセットですからパツパツでパツパツになってると、はい、そして車高も今回いい感じですね。そうですね、ちょっと低めにセッティングされてるかなっていうイメージはあるんですけれども、全体的に見るとよりかっこよく仕上がってるなっていうイメージだと思います。そしてあとホイールのこの内側、はい、ブレーキキャリパー、はい、こちらもしっかりなんとブラバスになってると。そうですね、キャリパーペイントさせていただいて目立つのもあれかなと思いますし、全体的にもブラックで統一されてるんで今回は、キャリパーもブラックでペイントされております。あのお客様が徹底的にブラックにこだわってるお客様なんですよね。そうですね、はい、歴代の車がほぼほぼじゃないな、全部ブラックですよね、はい、なのでもう非常に車のイメージにもマッチしたこの黒いキャリパーで、はい、これ文字の中抜き文字抜きで黒くなってる、うん、縁だけこのシルバーでブラバス、はい、でも本国も結構このタイプ多いですよね。そうですね、全然違和感はないかなと思います、はい、というわけでしっかりブレーキなんかもやっぱり外装コンプリートってもう言い切るんだったらここは触りたいですよね。間違いないです。ただまあ費用はいろいろかかると思いますので、まあ、そうですね、はい、まあ、いろいろご相談いただくといいんじゃないですか、はい、そして上に行ってこのフェンダーのこのアタッチメント、はい、ここもブラバスなんですね。そうですね、設定上、カーボンパーツが出ておりましたので抜かりなくオーダーさせていただきました。あのカーボンしかないんですよね。確かカーボンしかないですね、はい、普通の S クラスだと樹脂パーツのラインナップなんかもありますけれども、はい、S63 に関してはこのカーボンしか設定ないということで、これもなんかあのすごい絶妙な出具合というか立体感、大げさすぎず、はいはい、引っ込みすぎず、はい、そして内側にはこのブラバスのロゴもしっかり入ってる。そうですね、本当にあの現行の車って凹凸なくなったんで、うん、こういったパーツでも非常に目を引きますよね。そうですね、そしてあとはサイドは他の S のブラバスと同じく、はい、あの設定がないんですよね、うん、そうですね、っていうのは多分 S クラスこの純正のサイドスカートが結構形がいいのと、はい、絶妙ななんかサイズ感、うんうん、なんかそれもあるのかなっていう、あると思います。というわけで設定が、まあ、されてないんですけど、はい、まあ、非常にまとまりのある仕上がりになってる、はい、そしてあとは各部ブラックアウトもしてあるんでしたっけ。そうですね、まずはここのドアハンドルの上の部分がやっぱりあのクロームでもともと仕上がってるので、そこはもうブラックのラッピングで、なるほど、ブラックアウトしております。というわけで4箇所全部黒くなってると、はい、でもこれ違和感ないですね、うん、は全然ないですね。最近のあのラッピングフィルムすごくツヤ感もいいので、そうですね、あった感があんまりないんですけど、はい、うん、この辺なんかもしっかり黒くなってると、はい、そしてあのサイドスカートも、はい、これ先端本当はそうですね、ブラッククロームになります。これラッピングですよね。ラッピングになります、はい、というわけでこの辺なんかも黒くなってる。そしてライトパッケージ車両ということで、はい、窓枠なんかも全部黒なんで、はい、もう徹底的に黒っすね。真っ黒ですもう悪そうな感じが半端じゃないです、はい、そして後ろも同様に MV のこちらのホイール、はい、そして後ろもキャリペンしてある。あ、してある。後ろもロゴを入れさせていただいております。そして後ろのタイヤサイズもちょっと厚めの扁平。そうですね、後ろは 295/30/22 で仕上げております、はい、というわけで後ろのパンパン具合も大変なことになっております。そして後ろこれ相当いかついっすね。後ろこれかっこいいですね、はい、というわけで上から見ていくと、はい、まずトランクスポイラー、うん、これはあの S と一緒、これ一緒になります、はいはい、というわけで真ん中がこうちょっと飛び出たデザイン、そしてこれ足があるんですよね。そうですね、というわけで非常に立体感の、はい、だこれ単体で見るとあの結構やりすぎかな、やんちゃすぎかなと思うんですけど、うんうん、はい、この後見ていただくこちら、このリアディフューザー、はい、これとのバランスってもうなんかブラバスさすがじゃないですか。さすがですね、やっぱりあの思うんですけど S クラス改造させたら天才ですよね、ブラバス。そうですね、はい、というわけで下側はこのディフューザーが全部カーボンになってるのもそうなんですけど、ご覧ください、この造形、マフラーが若干出すぎじゃないかっていうぐらい出てますよね、うん、なんでまずベースが出てて、そこからさらにマフラーをこう覆うようにグロスブラックのパーツが出てて、その先にこのマフラーカッターがついてると。はい、純正だって本当につるんとしたバンパーですよね。めちゃくちゃシンプルだと思います。ですよね、S63 でも、はい、それがしっかりこの飛び出たデザインになってる、うん、でこのマフラーカッターはこれ二重になってるんですよね。そうですね、
この内側の金属と外側のカーボン、あでこれマフラー買っただけ、はい、艶消しなんですよね。そうですね。なのでしっかりその辺なんかもちょっと使い分けてる。でブラバスロゴがこれ入ってるのもそうなんですけど、はい、このマフラーのこの金属の方にもブラバスロゴが入ってると、というわけでしっかりその辺のマフラーのパーツもついてると、はい、そしてこのディフューザーも真ん中すごいことになってるんですね。そうですね。なんとこれ2段になってるというわけでしっかりレーシーなギアも演出されてると、はい、そしてあと後ろこれガーニッシュも黒くなってるんですか。そうですね。ここのガーニッシュも、ブラックのラッピングで仕上げております。なるほど。というわけで後ろも徹底的に真っ黒、はい、そしてブラバスのダブル B とあとブラバスエンブレムも、はい、もうここまでいったら、うん、もう当然ですよね。ブラックアウト、はい、しっかりブラックアウト。これペイントですよね。これペイントになります。というわけでもう徹底的に黒く仕上がったリア周りになっていると、はい、こんな感じになっております。はい、じゃあ最後になりますけども篠原君、はい、聞いてもらっていいですか。どうでしたかって。土どうでしたか。もう安定のブラバスというか、はい、もう王道も王道なんですけどやっぱりもう外さないなっていう、もう少しのこうちょっと悪さというか押し出し感の強さ、うん、そしてもうめちゃくちゃやっぱりかっこいいブラバスの S クラスは、はい、というわけで、まあ、値段もかっこいいんですけれども、うん、まあ、おすすめですよね。めちゃくちゃおすすめです。で S クラスやっぱり台数少ないんでなかなかカスタマイズっていうのも難しいかと思いますけれども、まあ、やっぱりパーツも一流品をぜひつけていただきたいので、その辺興味のある方は、はい、ボンド大阪篠原君にご相談いただくといいんじゃないかなと。あとですね、僕の方から告知いいですか。はい、どうぞ。はい、今年もですね、ありがたいことに、はい、ブラバスの発表会、はい、ブラバスデイズに行ってまいります。というわけでその辺の様子も動画でお届けいたしますので、ぜひボンドチャンネルチャンネル登録していただいてお待ちくださいませ。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。